魚沼スカイラインとの交差点。左折奥は土地窪峠。土地窪峠は新潟県十日町市と南魚沼市境にある峠。六花峠とも呼ばれる。現在は新潟県道82号十日町塩沢線上で、峠付近では新潟県道560号田沢省栗山線も接する。古来、ウ沼丘陵を超えて、 中魚沼群と南魚沼群を結ぶ峠は多数存在していたが、土地窪峠は中世から近世にかけて最も利用された。上杉謙信の時代には、春日山から南魚沼、やがて三国峠を越えて、関東地方へ至る最短ルートとして整備され、重要視された。このため峠を通過する道は、関東街道と呼ばれたほか、地元の地名から、つまり街道、 高田街道、柏崎街道と呼ばれた。江戸時代においても人の往来や物資の移動が盛んであり、南魚沼川には口止め番所が設置され、往来の監視と峠道の整備が図られた。明治時代になり、下越地方と関東地方を結ぶ新一本線が開通すると土地窪峠の重要性はデカ。さらに20世紀後半になると、近隣の八火峠道路などの整備が、 優先的に進められ、南魚沼と中魚沼を結ぶ、主要ルートからは外されている。藤倉智義、図解2 e 型歴史散歩、南魚沼 P72 型日報事業者出版部、ありがとうございます。